はい、じゃあね、今回は杯使っていこうかなと思います。皆さんよろしくお願いします。バシャローグタウンステージですね。ウルティいるね。ウルティ今の環境良さそうだね。アルベルとか結構増えたし、とりあえずはモーカを付与しながら戦っていくのが大切なんで、スキル1をうまく当てるのが、肝心なんですけれども、ちょっと待ってよ、一旦じゃあ離れましょうか。あのモーカの割合ダメージで、あのゾロみたいに回復するキャラは別として3割は削れるんで、それがまず強いっていうのはありますね。あら、溜めないか、ちょっと待ってよ。まあじゃあアトムでいいと思いますが、サポート行きましょうかね。アタッカーはゲッターのサポートが大切ではあるので、飛ぶよね。オッケーオッケー。じゃあそっち、いやでも2かちょっと怖いけど、まあいいか。タゲ取っといて、こっち、あら、タゲずれるな。ちょっと待ってよ、裏がまずいな。ちょっと待ってよ、一旦下がりましょうかね。まずは二陣キープが大事と、それが大前提として、なんだ、旗を握る手伝いをするみたいな、そういった感じでございます。一発二発と、はい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 、一応マグマだまりを、申し訳ない程度で置いといて、貯めていきま、あ、これいただいていいかな。あ、でも狙ってるな。ブーストでやられるのがオチなんで、一旦下がりましょうか。とりあえずスキルに発動して、遠距離から攻撃していきましょうと、一発ジャストで入れないけど、この距離感なら大丈夫と。で、スキル1当てて、モーカを付与して攻撃力も増加していくっていうような、そういった立ち回りでございますね。ちょっとずるい気はしますが、まあ、そっちの方が特性強いし、許してください。まあ、今の環境でも距離感さえつかん、いや、ごめん、嘘。やっぱりちょっときついっていうのが、正直なところですね。ここもうか当てながら、ゾロ来るか？来なさそう。4本取ったらね、すごい嬉しいというか、楽っちゃ楽なんですけれども、まあ、もうこの3本キープっていう風になりそうかな。スキル2の使うタイミングは、2かは、解除されんだよな、簡単に。ゴムゴムのって言ったかな。ジャストで入るよ、危ねえ。バジュラングは多分使ってない。一発2発からの回避遅延あるんで確定で当たりますと。で、ここでスキルに使って、いやー、まずいか。一発、ジャストで入って、一発二発、やばいか。ちょっと待てよ、行ってこい、ナイス。ちょっと待てよ、スキル1当てながらジャストで入れない。おお、ナイス、素晴らしい。ちょっと待てよ、頑張れ杯。よし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 、ナイス、強い、ありがとうございました。はい、じゃあね、2戦目やっていこうかなと思います。皆さんよろしくお願いします。馬車スリラーバークですね。お相手さん親父いるな。ニューゲートなんか5周年の超フェスとかに来ていい気しますけどね、黒ひげと一緒に。回避は使ってたけど、さすがにまずいかな。あ、ごめん。とりあえずスキルに発動。あれ？今のジャスカイできる距離なの？一発二発。距離置きながらタゲ取っといて、一発、ジャストで入れないけど、ここは確定でスキル1だ。OK。火力を上げることが大切なので、どんどんね、スキル1は使っちゃいたいところですね。バジュラング使ってたかな？あのニカルフィーは。まあ、使ってなさそうでございますね。とりあえずじゃあ1点見ながら、2かに貯め、ん？どうするんだろう。痛っ。あ、痛くない。下がりながら、あ、ちょっと待って。全然見てなかった。まずいな。ちょっと待って。親父に敗れるわけにはいかないと。ごっつぁんゴールでございますが。まあいいでしょう。もうここ先スキルに発動しとこっか。で、やっぱりね、通常攻撃の、リーチがめっちゃ長いんで逃がさないんですよね。それがやっぱり、強いということで、一発二発と。オッケー、ですよ。で、後ろから多分アルベル見えてない、タゲ取ってなかったね。一発二発、一発、あ、やべ、ジャストで入って、一発二発の三発、一発、ちょい、待て、多分狙ってるな。一発、ナイスアルベルと、一発、どうするかな。とりあえずここスキル2、まずいな。でもここでの兄さんはやべ、ジャストで入って一発二発、モーカにはならんか。一発、オッケー、ナイスケよ。
まあでもあれだね、緑属性過去キャラに対してはやっぱりめっちゃ強く出れるって感じはしますよね。ここじゃあスキル1、当たらんか、どうするかな。こうなってくるとやっぱね、ゲッターのサポートって感じにはなってきますね。ここスキルに発動で、オレンちゃんに攻撃されちゃうと攻撃力増加が解除される場合があるんで、そこは要注意って感じですね。どうしようかな。ここはとりあえずまあ C 地点待機でいいかしらね。オッケーオッケー、もうかも入ってますね。素晴らしい感じではありますと。だったらあとはキープでいい気はしますが、ちょっと怖い面もあるって感じかな。ジャストで、はい、あら、ちょっと待って、やばいか。待て、ここは横で変えながらジャストで入って、あら、なんかジャスト全然できんくなってるな。とりあえずここはスキルに打っちゃいいの。ジャストで入って一発に発、ちょっと待てよ、あそこがやばいな。待てよ味方さん、ちょっと待てよ、こっちに行きたいか。ワンチャン無理かな、間に合わんかな。ごめん、最後判断ミスったか。あ、じゃあね、ラッセっていこうかなと思います。皆さんよろしくお願いします。場所はラバスタステージですね。オールレッドか、しかもお相手さんニカカイドウか。いやー、えぐいな。どうしようかな。まあカイドウが飛んできたところで火力を上げていくっていうのが一番いい気はしますが、アルベル大丈夫かな。あ、大丈夫そうだね。オッケーオッケー。あ、バッテリーセーバーか。ちょっと待ってよ。まあ 20% だったら大丈夫でしょう。結構ね、コメントとかで、バッテリー大丈夫ですかっていうコメントをいただくんで、ちょっとね、充電をしながらやってるつもりではあるんですけれども、じゃあここはおこぼれもらいましょうかね。オッケー。とりあえず一段階火力が上がりましたと。ここちょっといいかな。A 地点まだ完全には溜まってないんですけれども。まあいいや。一発二発。もう猛火だけ付与できたらいいんだけどな。猛火さえ付与できないか。ちょっと待ってよ。ここじゃあスキル1当てといて、二回よ。きっつ。多分バジュラングが来ると思うんで、ごめんなさい。キングはちょっと生贄にしようかな。あれ、ジャスカイできないか。一発、ジャストで入れない。いや、やばいか。一発、二発の三発。これダウンさせーの。あ、でもいい感じだね。一発、おー、ナイス、アルベル。後ろから隠れてスキル1当てたいところですが、ちょっときついかな。無理かな。あ、無理だね。スキル2。で、一発二発、ジャストで入れない。一発二発、一発、いやー、うまいな、あの人。絶対うまいタイプな。一発二発と、ここダウンさせ、ちょっかいだけかけてって感じかな。一発二発と、はい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 。ここまでダウンさせたら大丈夫と。あ、ごめん。反射的にも肉食べちゃった。ごめんなさい。どうするかな。いや、ここきついな。一応影からスキルに打つけど、押したよーし、キング強い。ありがとうございました。